ダニー・トーマス、1912年1月6日、1991年2月6日は、アメリカ合衆国のナイトクラブコメディアン、テレビ及び映画俳優、プロデューサー。そのキャリアは50年以上。シットコム、ダニー・トーマス賞で知られる。セント・ジュード賞に研究病院の創業者。女優のマーロ・トーマス、テール・トーマス、プロデューサーのトニー・トーマスの父親。1912年、 父、チャールズと母マーガレットの息子として、ミシガン州、ディアフィールドに生まれる。彼の両親はレバノンからのマロン派の移民。オハイオ州トレドで育ち、カトリック教会ストリート、フランシスで、セールズチャーチ、ウッドワード高等学校、トレド大学に通い、大学では、社交クラブタウカッパインプシロンに所属。トレドの司祭サミュエル・ストリッチにより、カトリック教会の献身礼を受ける。 テネシー州出身のストリッチは、トーマスの生涯の精神的アドバイザーとなり、メンフィスに、セントジュードショーに研究病院を建てるよう勧めた。1936年、24歳の誕生日の1週間後、ローズマリーカサニチと結婚。1932年、デトロイトのラジオ局、WDTK で、ザ・ハッピー・アワー・クラブに出演。当初は、 イギリス読みの名前で活動していた。1940年、シカゴに移動した後、家族や友人たちに、給料の良い労働者階級になったことを知られたくない、ため芸名を使い、二人の兄弟にちなんで、ダニー・トーマスと名乗るようになった。1940年代、ザ・ビッカーソンズで、ズルガシ・義理の兄弟を演じたことで、多くの人々に、名が知れ、この番組は、 ドンアメチーとフランセス・ラング・フォード司会の音楽コメディ番組ドレン・タイムに発展し、彼もそそっかしい報道者として出演。ファニー・ブライスのザ・ベビー・スナックス賞では、郵便局員、ジェリー・ディングル役、伝説的舞台役者、タルラー・バンクヘッド司会の NBC のバラエティ番組、ザ・ビッグ賞でも出演した。1952年、1927年のジャズシンガーのリメイク、 ジャズシンガーに主演。相手役は人気歌手のペギー・リー。1951年、ガスカーンの電気映画、アイルシーユインマイドリームスで、ドリス・デイを相手役として、ガスカーン役を演じた。1953年から1965年の13年もの、間、ダニー・トーマス賞に出演し、大きな成功を収めた。1959年1月1日、 NBC のザ・フォードショーの1エピソードに子役のアンジェラ・カートライトとラスティ・ハマーと出演した。1957年から1964年、カートライトは計170エピソードにリンダ・ウィリアムズ役でダニー・ウィリアムズのママ娘として出演。画面内でも舞台裏でも2人の相性が良く番組に多大な成功をもたらした。撮影はルシル・ボール主演。 アイラブルーシーと同じデシルスタジオで行われた。この番組には後に、メイベリー110番で成功することとなる、アンディ・グリフィスのほか、ジョー・イ・ビショップ、ビル・ビクスビーなど、多数のゲストが出演した。シェルドン・レナードや、アーロン・スペリングと共に、ザ・リック・ファン・ダイクショー、メイベリー110番、モッツ特装隊のテレビプロデューサーとして成功。 1950年代後期から1960年代、トーマスはさらに ABC のウォルター・ブレナン主演のザ・リアル・マッコース、ザ・タイクーン、ザ・ガンツ・オブ・ウィール・ソネットの3本をプロデュース。彼は自身がプロデュースした作品にしばしば亀を出演することがあり、ザ・ディック・ファンダイク賞のイット・メイルック・ライク・エイ・ウォール・ナットでは SF 的なエピソードでタキシードを着た滑稽内成人、 コラック役を演じた。メアリー・タイラー・ムーアの最初の大ブレイクのきっかけを作った。1961年、カール・ライナーはトーマスに彼女を紹介され、ザ・ディック・ファンダイク賞にキャスティングをした。トーマスが以前彼女を落選させたことがあり、ただ、三つの名前の女の子としてしか覚えていなかったのだが、写真とレコードを元に探し当てたのであった。1970年代初頭。 マージョリー・ロード、ラスティ、ハマー、アンジェラ・カートライトなど、ダニー・トーマス賞第2シーズンの出演者を中心に、メイクルーム・フォー・グランダディに出演。ダニーとキャシーのウィリアム夫妻が、娘のテリーとその夫が仕事のため、孫息子を世話することになった。この番組は1シーズンのみで終了。NBC のシットコム、ザ・プラクティスは2シーズンで終了し、 1980年から1981年、ABC で、I am a big girl now が放送された。1986年から1987年、ワンビッグファミリーに主演したのが、最後の連続テレビドラマ出演となった。交通維持となった孫の面倒を見ることになった、セミリタイア中のコメディアン役のシットコムであった。まだ仕事がなく、飢えた俳優であったトーマスは、 もし成功を収めたら、忘れられた、成人セントジュード多大に捧げる制度を作ると誓った。1962年、病理学者のルミュエル・ディグスト、親友であり、マイアミ、フロリダの有力者であるアンソニー・エイブラハムの助けを借りて、テネシー州メンフィスに、セントジュード省に研究病院を創業。この病院では何千人もの癌の子供の治療をしている。 1996年、セントジュードのピーター・ド・ハーティーは、細胞性免疫防御の特異性に関する研究で、ノーベル生理学・医学賞を受賞。娘のマーロ・トーマスは女優、息子のトニー・トーマスは、テレビプロデューサー、娘のテイル・トーマスは、元女優。ダニーには、他の女性に生ませた息子もおり、末の子は、クリストファー・ディーン・グレゴリー・トーマスである。また、 マリーズ・メリー・ミュージック・メーカーのドラマー兼パーカッショニストのマリー、メアリー・カサニッチとの間に義理の息子がいる。敬虔なカトリック信者で、教会や地域への貢献が認められて、パウロ6世により、トークン尺師の称号を与えられた。第40代アメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンは、セント・ジュード・ショーに研究病院への功績を称え議会、名誉うど勲章を与えた。 ジョーロビーと共にマイアミドルフィンズの最初のオーナーの一人で、あったが購入直後に売ってしまった。熱心なゴルファーであり、サムスニードと共にチャリティイベントを行っていた。PGA ツアーは1969年にフロリダでダニー・トーマス・ディプロマット・クラシック、1970年から1984年までダニー・トーマス・メンフィス・クラシックを開催していた。 彼は、ロサンゼルスのヒルクレストカントリークラブで、ユダヤ人ではない最初のメンバーであった。1991年2月6日、心不全により79歳で死亡。亡くなる、数日前に、セントジュードショーに研究病院のコマーシャルを撮影し、亡くなった後に放送された。メンフィスのセントジュードショーに研究病院の霊病に埋葬されている。2004年、 ボブホープ人道賞を受賞。2012年2月16日、アメリカ合衆国有便公社は、トーマスの栄誉を称えた、フォーエバーキッテを発行。セントジュード賞に研究病院の絵の前に、トーマスの肖像画が描かれている。ありがとうございます。